皆さんこんにちは、あえです。今日はメラトニンが豊富なよく眠るための食品を紹介したいと思います。以前ですね、だいぶ前なんですけど、私がメラトニンというよく眠れるサプリメントを愛用してるっていう動画を出したら、すごいそれ買いたいけど日本じゃ買えないんだけどみたいなコメントが届いたんですね。で、 DM でもたまにメラトニンずっと飲んでて大丈夫みたいなメールをいただいたので、私的にはメラトニンすごい愛用してるし、ジェットラグとか、あと重要なことがある日の前に緊張して眠れない時とかにすごい便利なんですけど、これ輸入制限もあってアイハーブとかでしか買えないので、日本に住んでたらかなり不便だと思うんですね。で、サプリに頼らなくても食品にいろいろメラトニンが含まれているものがあるので紹介します。まずピスタチオは天然のメラトニンが一番多い食材として有名です。で、実際私もちっちゃい時、ピーナッツとかピスタチオ、お父さんが映画見ながら食べてるのを食べたらいつも寝てしまった思い出があるんですね。で、ピーナッツってすごい子供の頃食べたら眠くなりました。で、ナッツ類はすごいメラトニンが多いです。だから植物性で、寝る前にヘルシーなスナックとしてメラトニンを摂取するならピスタチオとかクルミとかナッツが一番おすすめです。で、私みたいに寒がりな人も冬ね、夜寝てる間の体温も保ってくれるのにナッツはとてもいいです。他にもメラトニンはオーツ麦とか、あと発芽させたレンズ豆とかにも多く含まれます。あとグレープジュースですね、ブドウにも含まれるんですけど、グレープジュースはですね、やっぱり糖分が高いので寝る前にはおすすめしません。目を覚ましてしまう可能性があります。で、赤ワインとかにも当然グレープからできているので含まれるんですけど、私は寝酒は本当におすすめしません。睡眠の質が悪くなるし、眠りが浅くなるとよく眠れなくて脳の健康とか肌の質にも影響してくるので、なるべくね、もうお酒は飲まないか控えるかする方が、美容と健康にはいいのはもう当たり前なんですけど、肝臓にもいいです。で、私もお酒大好きだったんですけど、今はね、こういうグレープジュースとか、あとタルトチェリージュースとかクランベリージュースとか、こういう赤い色のお酒をワイングラスに注いで、たまにお酒飲みたくなったら飲むようにしたりしてます。これはちょっとしたね、お酒を控える、やめるテクニックです。あとタルトチェリージュースっていうのも天然メラトニンがすごい多く含まれてて、私はタルトチェリーのサプリメントとかタルトチェリージュースを日本ではメラトニン買えない時よく飲んでました。あとご飯にもメラトニンが含まれます。白米もパンよりメラトニンがだいぶ豊富だし、ご飯には安眠効果もあると言われているので、特にジャスミンライス、夜ご飯はパン食とかパスタじゃなくて白米とおかずとか、まあ玄米でもいいし、あとジャスミンライスでもいいんですけど、お米を食べるっていうだけでもメラトニンをぐんと増やせます。あと朝起きて日光をパーンと浴びることも体内のサーカディアンリズムを正常にしてくれるのでメラトニンを増やします。あとね、1日2時間運動するとか、なるべく運動して体を疲れさせることもぐっすり眠れる秘訣です。参考になれば幸いです。ピスタチオはね、鉄分とかカリウムも豊富で、あとビタミン B6 とかも豊富に含まれているので、ビタミン B6 もすごい眠りの質を高めてくれるんですね。で、メラトニン自体もビタミン B 類とかいろんな栄養素が協力し合って脳から放出されるホルモンなので、栄養バランスを考えることもとても大事です。ピスタチオは鉄分、カリウム、あとマグネシウム、カルシウムが含まれるので、カルシウムも脳をリラックスさせてくれるし、マグネシウムも筋肉のリラックスに効果があります。あと鉄分がね、不足するとやっぱり手足が冷えるので血液循環が悪くなって眠れないという女性も多いです。
なのでピスタチオはすごく女性に、眠れない女性におすすめです。私もねこれ旦那にいつもビタミン C とビタミン B をあげるときにピスタチオもいつも7粒とか12粒とか決めてお皿に盛ってサプリと一緒に取らせてます。あとね、朝ごはんにオーツ麦、オートミールを冬はね食べると暖かくて美味しいし、ここにクランベリー、ドライクランベリーなんかを入れるとさらにメラトニン摂取量をアップできるので、オートミールポリッジもおすすめです。眠れない人は呼吸をねゆっくりして、寝る前はねいいことだけ考えてぐっすり眠れるようにしてください。参考になれば幸いです。またね。